始めるラジオキャンパスウェンズデイ、今日は12月20日水曜日です。水曜日と日曜日にお送りしている始めるラジオキャンパス、 Spotify をホストにお送りしていきます。今日は水曜日ですので、第1コーナーが SNS あれこれ、第2コーナー今週の1曲、第3コーナー今週のリッスン、そして第4コーナーはザ・トイチロ散歩でお送りします。年内も今日を含めて残すところ4回ですね。あと4回の配信ということになります。で、4回の配信でちょうど40個目のシーズン3、40個目のエピソードになります。ここで一区切りしてシーズン3は年内で終了。最後にボーナストラックを新年特大号で出してシーズン3終了と。来年はシーズン4、どういう風にやるかね、今いろいろ構想中です。ということで、今日も最後までお聞きください。 SNS あれこれ、何話そうかな。始めるラジオキャンパスウェンズデイ、今日は12月20日水曜日、シーズン3、37個目のエピソードです。第1コーナー SNS あれこれ、まあ今日の SNS あれこれは何を話そうか迷ったんですが、ちょうど私一人アドベントっていうのをやってまして、でそこで今日ちょうど今日無料公開するノート記事が SNS の目的は何かというね、そういうタイトルのもので、これだいぶ前に書いたやつなんですよね。いつ書いたかな、3月22日ですね。今年の3月22日に書いたSNS の目的は何かということを書いたんですね。で、まあ私自身は30年の SNS 遍歴と自分では言ってるんですけれども、もう SNS の世界とは長いことこう付き合ってきた中で、いろんな変遷をやっぱり見てきたんですよね。やっぱり栄枯盛衰というか、流行り廃りもあるし、盛り上がって、収束していくものもあるし、まあ人間関係のいろんなね、プラス面マイナス面もあるんですけれども、で SNS ってのは実はこうホモサピエンス、人類の本質に根ざしてるんだなんてね、話を、書いたりしてるのがこの記事だったりするんですよね。まあそんなこともちょっとあったので、今日は少し SNS、 そもそも SNS ってなんだろうってね、話を、していこうかなと思います。でちょっと探ってみたら、SNS 話はいろいろしていて、そういうちょっと SNS の本質というか目的というか、そんなことについて喋ってるポッドキャストもいくつかあって、でこれもちょっとリンクを貼っときたいんですけども、ちょうどこの始めるラジオキャンパスのシーズン2ですね、シーズン2のエピソード2で、ここでそして SNS を一からやり直し始める、つまり SNS がつまんなくなっちゃったと、実はね。まあ、最近で言うとやっぱり2010年前後から結構盛り上がって楽しくやってたんだけど、これが2020年ぐらいになってからかな、もうもうちょっと前からかな、やっぱりちょっと SNS がつまんなくなってきて、それでしばらくやめてたんですが、私ね。でそれをまあワンコ、犬の北海道犬トイチロくんのインスタだけを2年間やり始めて、で個人の SNS 発信はもう一切やめてたんですね、2、3年。でこれを復活させたのが今年からと。でやってるうちにポッドキャスト展開をして、リッスンに出会って、勢いがついちゃったということなんですが、でそんなこともあって、ちょうどこのシーズン2のエピソード2は、そして SNS を一からやり始め直す、やり直し始めるっていうタイトルにしたんですけれども、ここではちょうどこの収録をしてる最中かな、じゃないな、ちょうどこのこういうタイトルで収録しようと思ったのは、リスンが始まったからなんですよね。やっぱりポッドキャスト、音声配信が SNS 化してったっていう、ここにすごい可能性を感じて、だから SNS を一からやり直し始めるんだってね、まあ、こんなエピソード喋ってるのを今ちょっと思い出したので、
ちょっと触れときたいなと思います。でシーズン3に入ってからも少しその話をしていて、ちょうどエピソードの7と23でしたね。7と23あたりでそんな話をこう少ししているので、これもまあリンクをね一応貼ってみようかなと、リッスンの方からリンク先飛べると思うんですが、まあそんなわけで、SNS あれこれ、 SNS の目的皆さん何ですか、なんでやってるんですか、これノート記事には何て書いたかちょっと振り返ってみましょうかね。結局こうやってるうちに惰性になっちゃったり、SNS 自体が自己目的化してくるっていうんですけどね、自己目的になっちゃって、なんでやってんだろうってよくわかんない。でそもそもそんなこと考えずに、まあ好きだからやってる、楽しいからやってる、まあそれでいいんですけど、楽しくないと続かないしね。でそこになんか意味を感じないと続かないんだけども、でもこれをこうね、まあ私の場合には結構原理的にこうホモサピエンスにとって SNS って何なんだろうって考えてみると、こうまあ当たり前なんですが、人類ホモサピエンスだけなんですよね、 SNS を発達させた動物は当たり前だと思うんですけど、なぜホモサピエンスは SNS なんてものを発達させて、しかもこれに人種を超えて、いいですか、人種を超えて地球上のありとあらゆる人が関心を持ち参加するというね、もちろん参加してない人もいるんですけれども、多かれ少なかれ参加するようになってる。これもう普遍的な文化になっちゃってるわけですよね、ホモサピエンスにとって。これは不思議なことなんです。実は何も SNS やらなくてもいいじゃないかと思うんだけども、なぜかSNS というのはもうグローバルに広がって、これからも永遠に続くわけね。でまあ一言で言うと、まあ、私なりにその人類ホモサピエンスの本質とかね、なぜホモサピエンスだけが生き残ったのか、ネアンデルタール人とか、他の人類は全て滅んだわけですよね、他にも人類いっぱいいたんですよ。だけどそれらは滅んで、ホモサピエンスという種だけが生き残って、で今地球上に生きてる人類は全てホモサピエンスなんですね。まあ少しネアンデルタールの血が混じってるっていうのも最近分かったことなんですが、でももう圧倒的にホモサピエンスだけが生き残った。でむしろホモエレクトゥスとかね言った方が人数多かったのね。だけどホモサピエンスが生き残った。でこの時にまあいろんな説はあるんだけども、やっぱり一番大きかった、つまり他の人類と違ったことは何かと、例えばネアンデルタール人もホモエレクトゥスも石器道具を使い火を使い、ね、でそれなりの料理もしたわけね、だけどで狩りとかはもしかしたら力はネアンデルタール人の方が強かったっていうんでね。でホモサピエンスはその名の通り小賢しかった、小賢かった、ちょっと賢かったのね。で何が賢さかってことなんだよね。でホモサピエンスの賢さはどこから生まれたかっていうと、これがまさに社会的ネットワークの規模の拡大だって言われるんだよね。ネアンデルタール人はやっぱり十数名ぐらいのコミュニティしか作れなかった。ホモサピエンスは100名単位のコミュニティを作れるようになったっていうんだよね。ここが大きな違いだと。つまりコミュニティ規模が大きくなることで脳の進化がさらに増したということと、あと脳を外部化できるって言い方を私するんですけど、つまり自分ができなくても他の人ができると。つまり社会的ネットワークの力でより大きなことを成し遂げれる。で、特にこれが現れたのが技術革新だって言われてるんだよね。ホモサピエンスのコミュニティでは技術革新が格段に進化したと、他の人類に比べて。より、なんだろう、精巧な釣り針とか矢とかね、つまり技術が進化することで道具が進化した。で道具が進化することで、狩猟採集ですね、こういったことにも他の人類よりも長けていく。とかね、言ったことが言われるわけですよね。でその時にやっぱ決定的だったのは、十数名のコミュニティじゃできないことが100名単位のコミュニティだとできるっていう、この社会的ネットワークの力があったからホモサピエンスは生き延びたというふうに言われて、これが一番今有力な説なんですよね。だから SNS はホモサピエンスの
類的な本質に根ざしているって言い方を私はするんですけども、つまりホモサピエンスにとっては社会的ネットワークっていうのはまさにその生き延びる力だった、あるいは文化文明を進化させる力だった。だから他の種は滅んだのにホモサピエンスが生き残ったってね、こういうことなんでね。だからやっぱりソーシャルネットワークはもう人類が生き延びる上では必要不可欠だと。だからなおさらこだわるのは、じゃあそのソーシャルネットワークをどう使うんですかってことなんだよね。どう使うんですか。一方でマイナス面もあったのね。敵対するホモサピエンス集団は絶滅させるみたいなね。つまり殺し合いをするわけです。ホモサピエンスは一番残酷だったとも言われてるわけ。つまり仲間には優しいんだけど敵には厳しいという、友と敵が非常にはっきりしていると。だから敵はもう絶滅させるみたいなねところがこうあった。でそれがホモサピエンス同士でもそういうことをやったんですね。だからこれソーシャルネットワークのマイナス面もあるんだっていうことなんだよね。だそこでその有効性と敵対性っていうんですけど、その有効性と敵対性ってやっぱりソーシャルネットワークの世界でもいろいろ見て取れるわけですよね。で敵対性ってあんまりいいものを生まないわけです。マイナスを生むんですよね。やっぱり有効性が、進化を生むということもこれ歴史的な経験ではっきりしてるわけね。でそのホモサピエンスは、まあ、2つ世界大戦経たこともあるし、もっとローマ時代の戦争とかいっぱいありましたけど、殺し合いはねたくさんありましたけど、十字軍もありましたし、だけど今はだいぶね有効性でつながれる人種を超えてね、ホモサピエンス同士がね、ようになってきた。これやっぱり進化なんですよね。大きく進化してる。だから敵対性がなるべく影を潜めて、有効性がより優位に立っていく中で人類社会ってのは進化してきたっていうことは、これはもう間違いなく言えるわけですよね。そうするとソーシャルネットワークの世界でも見て取れるこの有効性と敵対性っていう問題ね、これとどう付き合うかっていうことはとても重要なんだなんてね、話もどっかで喋ったり書いたりしてるんですけどね。こういう話興味ないですかね。まあ今日の SNS あれこれ、ちょっとまあ今までにいろいろ書いたり喋ったりしたことの中から、その SNS ってそもそも目的って何なのっていうね、話をちょっとまあしてみましたけど、まあなんかの参考になるのか、ただのたわいのない還暦親父のざれ言で終わるのかわかりませんが、とりあえず今日の SNS あれこれでした。さて今日の一曲はこの曲です。始めるラジオキャンパスウェンズデイ、今日は12月20日水曜日、これがシーズン3 37個目のエピソードになります。ということで今週のリッスンですが、その前に聴いていただいた曲は桑田佳祐さんの祭りの後。なんで祭りの後かというと、まあちょっと一祭り終わったかなっていうね感じが自分の中で、まあ他の人をこれ共有するかどうかわかんないですが、私の中ではちょっと一つ祭りが終わったなという感じで、まあ次の、まあ祭りというのは晴れと芸の晴れの方ですけども、毛の世界というかな、少しこう日常の流れの時間に戻ってきた感じが私してまして、というのはそのリッスンが8月3日にホスティングサービス始めて、私は一気にリッスンにのめり込んでって、もうリッスン三昧してきたわけですね。でこれで9、10、11、12、4ヶ月半ほど、リッスンの世界にずっとどっぷり使ってきた。そしてポッドキャストの世界にもどっぷり使ってきた。でこれがちょっとまあ一区切りしたかなという感じがね、ちょっとしてきたですね。で少し冷静にこう SNS 全体とか、あるいは自分の、生活全体の中でこうもう一度リッスンっていうのがね位置づけ直されていく、そんな時期に入ってきたのかなという気がとてもしているんですね。
で、リスン界隈は今声日記界隈はね、こういろいろ仲良しな交流が進んでて、まあこれは、まあ僕はそんなに深く参加してないんですけれども、まあ世代的にやっぱりちょっとずれるんでね、もうそこはもう楽しく若い人でやってて、羨ましいなと思いながらちょっと眺めてる程度なんですけれども、その、まあそのリスンの方も、まあ今ちょっと大きな開発をされてるみたいなので、これが何が出てくるのか楽しみですけれども、やっぱりこう最初のねホスティング始めてからの改善っていうのはまあ一回りしたのかなという気がして、まあリスのディスコード界隈も最近ちょっと静かにねこうなってきたかななんてね勝手に思ってるんですけども、なので今週のリスンということで喋ることもだんだんなくなってきてるんですが、とりあえず2つですね。1つはアドベントカレンダーがあと5日残すのみという形になってきました。今日が20日ですので、今日の配信もされてますので、あと21、22、23、24、25とあと5日で、アドベントも終了と。で、私23日ね担当なんですけども、まあそこで少しまあリッスンへの思いをね語らせていただこうかななんて思ってます。で、私がリッスンしたのは7月半ば、ポッドキャスト始めたのは7月4日で、ポッドキャスト始めていろいろ検索してたらリッスンに引っかかったという、まあそんな話で、いろいろやってたらこうホスティングが始まって一気にのめり込んだってね、まあそんなことなんですが、まあやっぱり年末になると振り返りが増えてきますね。で、特に今週のリッスンというネタはもう一つは声の回覧板ですね。声の回覧板っていうのが回り始めて、私のところにも回ってきて、次に回しちゃいましたけれども、この声の回覧板が今10人近く回りつつあるのかな、7、8人かなね、もうすぐ10人ぐらいになると思いますが、じゅんぐりじゅんぐり回り始めてて、これはこれでこういうこうまあバトン形式の緩やかなバトン形式でのこうコミュニケーションっていうのがこう進んでて、これもまあ面白い、ね、試みだなと思って見てます。で、やっぱ面白いのは、まあ先ほどのね、SNS の話じゃないですけど、やっぱホモサピエンスの本質に根ざしてるんで、もうそこは楽しくね、有効的にね、こうやっていけばいいのかな、なんて、思ってるんですが、で、その時に、こう、やっぱり下手な壁とか敷居は作んない方がいいですね、これはね。緩やかな、こう、壁のないネットワークでいいのかな、っていう感じは。やっぱりその思いは日々日々強まっていきますね。まあそんなわけでリッスンはこの後ね、声日記参加者もポツポツやっぱり増えてる感じしますけども、まあゆっくりとした成長にちょっとなってきてるのかなと。まあ爆発的にいくよりね、これぐらいのペースの方がじんわりじんわりいった方がいいのかなという気はしてるんですけど、まあわかりませんけどね、なんかの拍子にボーンとこう人が増えたりするってこともあるかもしれませんが、それはちょっとわかりません。まあそんなわけで、今週のリッスン、もうネタは以上、ネタは以上ってひどい話ですけど、ネタは以上なんですね。で、少しこう、ちょうどこのエピソードも37回目で、あと年内、今回除くとあと3回、日曜日、水曜日、日曜日で大晦日なんですけど、まあ最初にもちょっとお話したんですけど、もうシーズン3は40回で終わり。で、ボーナストラック5個目出したらおしまい。ね。で、来年は新規一転、コーナーも改めて、シーズン4を始めるつもりなんですね、実はね。で、それは今話した、やっぱり一区切りしたかなという思いともつながって、んですよね。で、少しポッドキャスト番組とか、あとまあその他の SNS ね、ブログとかノートとか、まああと SNS のポッドキャストじゃないんだけども、スタンド FM でも有料配信してるんでね、そういったものとの絡みをちょっとどうしていこうかなっていうことも今いろいろと、だいぶ整理がついてきたので、まあその辺切り替えるにはちょうど年末年始がいいなというふうにまあ思ってて、まあそういう意味ではこの今週のリッスンというコーナーは来週27日水曜日が最終回ということになります。ということで今日は最終回の前の回と、今週のリッスンね、
すでに今週のリスンネタがこうあまりなくなってきているということで、これからはもう少し広い枠でね、ポッドキャストとか音声配信とか SNS っていう土俵の中でね、リスンの話もしていこうかななんていうふうに実は思っている今日この頃なんですね。まあそういう意味では8月、まあ7月中旬、まあ特にやっぱ8月3日ですね、ホスティング開始大きかったな。リスンのホスティング開始から祭りがちょっとこう、このクリスマスアドベントで、今年の大晦日でちょっと一幕終わりにして、そういう意味で祭りの後というね、後の祭りにならないように祭りの後ということで、今日は桑田佳祐さんの祭りの後を聞いていただいたと、まあ、いうことになるんですけれども、さて、来週のリスンどうするかな。今週よりも来週のリスン、まあおそらくアドベントで最後にね、近藤さんがトリを務めていろんな話をされると思うので、そこで多分まあ近藤さんのことだから、開発者のね、リスンの開発者の近藤さんのことだから、何か爆弾発表があるんじゃないかと、密かに期待してるんですけどね、爆弾発表まあどんな爆弾発表か分かりませんが、あるのかないのか分かりませんけれども、まあ来年の抱負ぐらいで終わるのか。でいずれにしてもこれ本当に8月、まあ正式リリースも6月でしたしね、プレリリースも4月でしたから、まだ1年経ってないサービスなんですよね。だから来年1年ってかなりリスにとってやっぱりさらに大きなこう、まあ変化の年というか進化の年というか、何になるか分かりませんけども、やっぱり来年1年っていうのがどう展開するのかっていうね、ことでその後の5年10年が見えてくるのかななんて思ってるんで、まあそういう意味でもちょっとプレ段階というかな、最初のお祭りがこう静かに、終わってって、次の展開がね来るような、そんな時期に入ったのかななんてね、まあそういう意味ではこのアドベントカレンダーっていうのはとてもいい企画だったなと思ってますし、でさらにね、声の回覧板とかいろんなこう緩やかな取り組みがね、ちょっとずつ始まってるっていうのもいいことだななんてね、とても思ってます。あ、それはそうと、ポッドキャストウィークエンドっていうのが東京であったそうですね。こういうイベントがあるのは私知らなかったんですけど、ポッドキャスト界の最大イベントだそうで、結構盛り上がってたみたいですね。全然知りませんでした。ポッドキャスト界もじわじわと、ずっとね、地道にやられてきた方がたくさんいるんでしょうけども、こういうイベントもあんだなと思ってて、やっぱポッドキャスト界全体がこうちょっと上げ潮になってきてるので、まあその中でリッスンっていうのはね、どんな位置でどんな役割を果たしていくことになるのかなっていう、どんなプラットフォームになっていくのかなっていうのはやっぱりとても楽しみですね。まあ私もリスンの端っこの方でね、これからも付き合わせていただけたらなと思ってます。ということで今週のリスンでした。最後はザ・トイチロー散歩のコーナーです。始めるラジオキャンパスウェンズデイ12月20日シーズン3 37個目のエピソードです。今日もザート一郎散歩は収録音源、今日はちょっと長いですけどね、聞いていただこうと思いますが、収録の後になんと統一郎くんの名前の由来当てクイズの豪華商品発表ということで、そこまで楽しみに聞いてください。で今日は17日の午後散歩、この日は前日私飲み会だったので同窓会で、朝散歩行けずに午後散歩に行ったと。それから18日の朝散歩、この日は民泊のお客さんが来てたんですけれども、お客さん寝てる間に朝散歩、そして最後に家に帰ってきてから遠吠えする統一郎で、19日が朝散歩、結構冷え込んだんですね、この日マイナス7度から10度ぐらいまで冷え込んだので、雪の表面がザクザクなので、
結構足音ですね、私の足音だけじゃなくて東一郎くんの足音も頑張って撮ったので聞き分けてください。で20日今日ですね、今日も 足音にこだわったんですけれども、東一郎くんが最後にワンと吠えて駆け寄ってくるシーンを楽しみに一番最後に出てきますので、ね、聞いていただければと思います。どうぞ。はい、今日はお昼のお散歩、今午後1時ですね。今朝は朝のお散歩すっ飛ばしました。東一郎くん寝ててご飯食べてまた寝ちゃったんですね、散歩行かずに。で、昨日の夕方に早めのお散歩して私飲み会に行って、で、酔っ払って帰ってきて、で東一郎くんは、今まで結構ぐっすり寝てて、それでようやくお散歩、午後1時3分ですね。はい、雪がもう降ってないですけどちょっと積もって凍ってるので、こんな音、こんな音よいしょ。日曜日のお昼間散歩、13時11分ですね。近所の公園、神社のある公園ね、小さなね。東一郎くんはあんまり遠く行かずにうんちも出て、おしっこもいっぱい出て、おい伸びすんのか、ここで遊ぶのか、伸び、お走り回り始めました、遊び始めました、お吸っちゃいた、お吸っちゃいた、おすごいすごい、うーすごいすごいすごい、うーすごいすごい、うーすごいね。はい、遊び始めた東一郎くんです。雪こんな感じで、おお、すごいすごい、いいの遊び始めました、エネルギー余ってんね。ではまた。月曜日朝の7時4分、12月18日かな。今日は気温がマイナス6度7度まで下がって、積もった雪が凍ってますね。まあ凍った雪の音ですね。はい、で東一郎くんは今お散歩に出てきたとこです。今日はちょっ と友達が一人泊まってるんですけどね、はい、まだ寝てます彼は。東一郎くんは今から朝のお散歩です。行ってきます。7時24分、河川敷脇の公園、はい、雪が表面凍ってるんでこんな音ですね。ね、東一郎くんの歩く音も聞こえると思います。あ、ワンコちゃん来た。おばあちゃんの柴犬に会いました。ご挨拶だけして豊平川の堤防を歩いてます。ね、こんな感じでザクザクですね今日はね。今週から寒くなりますね。あー綺麗だな、朝日が綺麗ですね。写真撮ろう。朝7時35分。結構音がするのでしばらく歩こうかね。東一郎くんが走り出しました。ではまた。朝7時46分、河川敷堤防、おう、タックルタックル、東一郎くんのタックルです。もうタックルです。タックルタックル、はいタックルタックル、はいタックルタックル、はいおしまい。7時56分、豊平川堤防を歩いてます。8時21分、豊平川河川敷。なんだか今日は世話しない散歩でしたね。東一郎くんがなんかの匂いに反応して疲れました。はい。さあ、ようやく帰るモードになりました。今日は気温が下がったんですけど、晴れてて日差しが出てきて今、日差しが暖かいですね。はい。じゃあ河川敷歩いて帰ります。Thank you.
ほれ、帰るぞ。12月19日朝8時豊平川河川敷、12月ももうすぐ下旬ですね。早いですね、火曜日静かな朝です。雪は降らなかったけど積もってて表面がザクザクに凍ってます。路面はツルツルで滑ります。今日は零下7度です。寒いです。手が冷たいです。あ、豊一郎くんちです。ではまた。8時22分、豊平川堤防脇の公園のベンチ。豊一郎くんはベンチの下で、スフィンクス座りだね。今黒芝のワンちゃんと遊んで満足げな豊一郎くん。おやつも食べて、うんちも出て、おやつも食べて、ちょっと休憩と。で、これ休憩してからお家に帰るんですね。この休憩の間が寒いんですね。今朝はマイナス7度。青空は広がってちょっと雪雲がちらほらあるんですが、日差しはあったかい。ただ気温が冷たい。もう手が凍るように冷たくて、この時期はあの回路、電気回路ですね、これをポケットに忍ばせておいて、片手ずつ温めるというね。これがないと多分凍えてしまうという、まあ、そんな感じですが、豊一郎くんはまだ休憩ということで、ではまた。8時30分、ちょっと日差しが出て暖かくなってきましたね。暖かくなってきたといっても、今日は最低気温がマイナス10度、最高気温がマイナス2度、ちょっと暖かくなってきました。はい、お家に向かって歩いてます。河川敷はね、雪の音聞こえるでしょうかね。ちょっとザクザク凍ってますね、今日はね。はい、そんなことでお家帰ります。ではまた。8時45分、ようやく帰る気になった豊一郎くん。これから河川敷をお家方面に歩きます。私の歩く音と豊一郎くんの歩く音、うまく撮れたかな。はい、豊一郎くんの足音と私の足音。はい、こんな感じで撮れたと思います。12月19日火曜日夕方4時23分ですね。近所の公園、豊一郎散歩です。これから北海道は大雪だそうで、すでに降ってるとこもあるみたいですが、札幌市内はまだ降ってないですね。これからですね。これから結構降るんじゃないですか、しばらくね。そんな感じで豊一郎くんは近場でお散歩をごまかし中ということです。はい、気温は今マイナス4度ぐらいかな。まだそんな寒くないですね。これから冷え込んでくるのかな。今朝はちょっと寒かったけどね。またあのちょっとずつだんだんと冷え込んでくるんじゃないかな。まあ、そんな札幌でした。ではまた。12月20日水曜日朝8時25分豊平川河川敷、寒い朝です。雪は降ってません。まあでも昨日よりは寒くないですね。マイナス5度。豊一郎くんは元気に朝散歩。雪の表面はザクザク。まあ雪今は10センチぐらいですかね、これね、残ってるのがね。もうちょっとあるかな、15センチはないかな。そんな感じで冷たい朝です。スマホ持ってると手が
冷たいので、ではまた。8時32分。12月20日になっちゃいましたね。あと10日ちょっとですね。今年もね、早いね。あれよあれよという間に日が過ぎていきます。豊平川堤防脇の公園です。日差しがあるので今日はポカポカ日差しですね。ポカポカ陽気、気温はマイナス5度ですが、あの太陽に当たってると暖かい、太陽がないとか寒い。はい、豊一郎くんのゴロンが始まりました。はい、ゴロン中の統一郎くんです。ではまた。朝8時53分豊平川の河川敷を歩いて家の方に向かってます。川は静かに流れて、今日も穏やかな一日ですね。統一郎くんはマイペースで立ったか立ったか歩いてきます。お、川を眺めてます。川に何かあったかな。カモいないですね。川は何もいないね。はい、こんな感じで向こうの方にワンコがいるけど、あれは誰かな。はい、ということでもうすぐお家に帰ります。ではまた。二人じゃねえや、一人と一匹の足音を聞いてもらおうかな。あ、止まっちゃった。トイチロー君、おしっこだ。はい、聞き分けられたでしょうか。犬の足音と私の足音なんですが、豊一郎くんどんどん向こう行っちゃったんで音が取れないと思います。さあ、お家帰ろうお家帰ろう。ではまた。今日は結構ザクザクといい音がするので、もうちょっと撮ってみようかな。ドイチロー君は他のワンちゃんのおしっこの跡を見つけたみたいで止まっちゃいましたね。さあ帰るぞ、ドイチロー。ドイチロー。ついてきません。おしっこの匂い嗅いでます。上書きしてから来るのかな。ほれ、ドイチロー、帰るぞ。置いてくぞ。いきなりワンと吠えて。向こう岸にあの除雪のトラックがいるんですけど、結構100メートルぐらい離れてるんですが、そのトラックに人がワンと行ってから駆け寄ってきました。ということでお家帰ります。ではまた。統一郎くんの足音聞き分けられたでしょうか。ちょっと難しかったかな。なかなかやっぱり集音マイクとかないと難しいかもしれません。まあ、そんなことで結構雪ザクザクの、札幌です。あの大雪予報だったんですが、札幌は降りませんでした。世間というかニュースでは全国的に札幌大雪って流れたんですが、全然降りませんでしたね。まあ、そんな感じです。さて、統一郎くんの名前の由来をやっていくクイズ、豪華賞品ってもらっても嬉しくないかもしれませんが、札幌キャンパスゲストハウス無料宿泊券差し上げます。一泊2名様、これ最初に正解をされた方に差し上げたいと思います。で、2番目の正解者の方は 50% オフということでお送りしたいと思いますので、ぜひ振るってご応募ください。当選者の発表は最終回12月31日にしようかなと思ってます。それかその後のボーナストラック、お正月お年玉ということで、そんな商品じゃなくて違うのが欲しいという方は、リクエスト欄に書いてください。ということでエンディングです。
始めるラジオキャンパスウェンズデー12月20日水曜日の配信をお送りしてまいりました。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回12月24日クリスマスイブ日曜日、その次が12月27日水曜日、そして最後が12月31日大晦日日曜日ということで、これでシーズン3は完結コンプリートで、ボーナストラックを新年早々出して、シーズン3終わりと、番組は終わりません。シーズン4を少し、予想を変えてお送りしたいと思います。そんなに変わらないかもしれないけど、ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。年末お忙しいと思いますが、まあね、ゆっくりとクリスマスも楽しんで、年末も年越しも滞りなくね、済めばいいかななんて思ってます。私は、年末年始札幌で、東一郎くんと2人寂しく過ごしております。ご予約お待ちしております。ではまた。